はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。今回、私はね、とうとう決めました。私、メカニックに転職いたします。で、これがね、なんでこれを思ったかって話なんですけども、別にメカニックとして生きていくことを決めたわけではございません。で、これやっぱね、最強対決に向けた準備なんですよ。最強対決の方が、無双の峡谷形式で、ね、行われることがアナウンスされてまして、で無双の峡谷って、メカニックのトラップのね、通称ヌルヌルって言われてる、粘液のトラップがめちゃくちゃ強いんですよ。で、加速がかなり限られているので、ヌルヌルかけられちゃうと、2分間ね、まともに行動できないっていう、まあ、非常に強力なアイテムではあるんですけども、それやっぱ使えるかどうかめっちゃでかいんですよね。で、まあ、これを使う方法なんですけど、基本的にメカニックしか作れないんですけど、ただ、一回メカニックに転職して、で、トラップを作って、でそれからソルジャーに戻ると、まあ、そういうステップを踏むことによって、ソルジャーであってもトラップを使うことができるみたいなんですよね。なので、あとね、最強対決と本戦のね、開始まで2週間ほどありますので、今のうちにメカニックに転職して、でトラップをしこたま作ってから本戦直前にソルジャーに戻れば、ソルジャーの強い状態でヌルヌルを使うことができるって最強の状態ができるんですよ。でこれやっぱ結構強くて、多分ね、22163みたいな、本当にね、優勝狙ってるサーバーで結構それやってるっぽいんですよね。なんで、ね、私もちょっとやってみようと思ってまして、でたまたま私ね、メカニックの活動も、ね、視野に入れてましたので、精密図面を結構持ってるんですよ。はい、これですね。591個っていう、かつての競合サーバーのサーバー番号みたいな数になってますけども、まあね、600個近く持ってるので、結構な数作れるはずなんですよね。なんで、今のうちにメカニックに転職して、で、まあ、期限内で作りきれなかったとしても、まあ、ダイヤ PT とかね、来たタイミングで、まあ、ダイヤをね、使って加速して、まあ、トラップを作っていこうと。まあ、それでヌルヌルで使えるようになれば、結構ね、怖い人が襲いかかってきた時にもね、対処ができるようになるんで、まあ、それやってみたいと思うんですよね。なんで今回は職業の転職ですね。まあ、それを実際やってみるとどんな感じになるのかっていうのね。まあ、それをね、お伝えできればなと思ってる次第ですね。早速ね、転職の方を見ていきますか。はい。で、私今の現状なんですけどね、ソルジャーかなりま、進んでいて、まあ、四季10ですね。になって、まあ、この盤石の子も、まあ、4まで行っていて。で、あともうちょっとで5まで行けるって感じでね、まあ、ほぼ乾燥状態なんですけども、まあ、これとま、転職してあげると多分ね、メカニックでもかなり進むことができると思うんですよね。まあ、今回の主目的はトラップの作成であるんですけど、まあ、2週間ぐらいはね、メカニックになるつもりなんで、まあ、それね、応急修理場なんかを使って、ね、遊んでいくのもいいかなと思いますね。じゃあちょっとね、転職のやっていきましょう。で、また転職ボタンを押してあげると、まあ、こんな感じで出てきて、で、添付確認できますね。はい、で、おそらくですがね、もうかなり下の方まで行けて、で、まあ、この下の3つのうちのどれか2つが結構取る感じになるんで、でドローンって結構なんかね、あんま強いイメージないんで、まあ、取るんであればやっぱ応急修理場をね、まあ、レベル5まで取って、であと盤石の子っていう感じかなと思いますね。はい、じゃあね、実際メカニックになる押してみましょう。どんな感じなんだろうね。これ新しいシステムになってから転職するの初めてなんで、ちょっとどんな感じか楽しみですね。昔なんか大元帥から大元帥に転職するっていうわけのわからんことをしたことありますけども、まあ、それ以来ですね。で、メカニックになってみましょう。うい。で、職業変更権っていうのがあって、これなんかね、このシステムが実装した時にタダでもらったんですよ。なんで、この変更に関してはノーコストですね。まあ、これありがたいですね。で、変更します。はい。うい。一瞬ラグったけど。さあ。戦力は結構減りましたね。ということで、あ、これもうなんかあれだ、引き継ぎだ。転職した後にもう一回こう、ポチポチ押してくんかなと思ったけど、もう自動ですね。なんで、ソルジャーの時に士気を上げるやつだったやつが、こうですね。応急手になって、で、盤石の子は盤石の子のままで。で、真ん中のなんかわけわからん攻撃増加みたいなやつがドローンですね。なんで選択をする余地もなく、自動的にこうなっちゃいましたね。なるほど、なるほど。で、途中の分岐にあるこの辺も勝手に取られるんだね。多分対応して何かあるとは思うんだけども。でも、ポチポチはしなくていいんで、まあ楽でしたね。なるほど、こんな感じなんだ。で、研修生の方は、まあここはね、やり直しですね。うん。でね、これがたっぷりあるので、まあいけるでしょう。ここね、資源も結構あるんで。資源ちょっと減っちゃうのは痛いけど。で、あとこれどうするかもちょっと考えていて、結局作りたいのはこのヌルヌルなんですよね。で、実際この地場とかも、ま、使えるシーンはあるっちゃあるんですけども、まあ、正直地場食らってもあんま痛くないし、で、EMP なんかはね、ぶっちゃけ今のね、環境で言うと、もう弱体化してるので合ってないようなもんなんで、あんま意味ないので、まあ、コストも高いんでね。で、基本的にはヌルヌルだけを作り続けたいんで、まあ、この左の方だけをね、取ってる感じもいいかなと思いますね。一旦それやってみますか。でも加速は鬼のようにあるんでね。もう間違いなく一瞬で全て取り切れるでしょう。い。昔はね、この5分を無駄にしたくないから、1個減らして、加速して、でから残った分ダイヤでやるとか言ったけど、そんなやる必要すらないね、今は。はい、という感じで、ガシガシとやっていって、間違ってダイヤを押さないように気をつけないからね。5000ダイヤ減ったらちょっと悲しい。はい。多分この2つ取ればね、
ぬるぬるは作れるようになると思うんで、それだけやりたいかな。ほい。よしよし。でね、このぬるぬる作るのね、加速なしだと2日かかるらしいんですよ。なんで2週間かけても、まあ、7個ぐらいしか作れないっていう感覚になるので、まあ、どうしてもどっかね、ダイヤを結構使って加速する必要が出てくるかなって感じですね。ほい、という感じで、ぬるぬるが作るようになりますね。もう12時間かと使ってみようかな。8時間かすかめちゃめちゃある。よいしょー。というかね、完了ですね。で、これでぬるぬるが作るようになりましたので、作るやつ。これが。これで、いけますね。うん。で、なんかこの、マシンギアはないけど、まあ、職業添付箱はアホみたいにあるんで、これ作っていけますね。まあ、敵追加しながらやっていきましょう。はい。手紙も48時間1個作れますね。で、結構ね、課題や加速高くて、まあ、1個作るのにも1440ダイヤかかっちゃうんですよ。で、これをま、50個とか作ろうとすると、まあ、7万ダイヤとかかかっちゃうんで、まあまあのコストになっちゃいますね。まあ、でも結構ダイヤあるんで、大丈夫でしょう。ただやっぱね、どうしても、ダイヤね、浪費するのもったいないんで、またちょっと待って、イベントね、ダイヤ PT とか、ラッキーダイヤみたいなね、まあ、ダイヤ消費系のイベントだけ先に一気に作っていきたいですね。という感じで、まあね、最強対決に向けて、トラップの量産の体制ができたっていうのと、あとね、まあ、次のね、戦いが確かね、最強対決のリハーサルみたいな、練習試合が一回あるはずなんですよ。で、そこに関してはぶっちゃけ勝とうが負けばどうでもいいと思うので、まあ、そこはちょっとね、メカニックで参戦していこうかなと思います。ちょっと初めて私のメカニックでの戦いになってくるんで、最強対決は実際どんなもんだったのかの含めてね、まあ、次回、戦いの方をね、紹介していけばいいなと思ってますね。あとね、転職先に結構注意らしくて、なんか、スキルとか外れたりするって聞いたな。ああ、まあ、外れてはないけど、一枠減っちゃうんで、ダメ増、ダメ減の、どっちかが外れちゃってる感じだったな。で、この、まあ、N 出撃上限とか外す必要が出てきそうなんで、まあ、これはちょっとね、弱みになるところですね。逆にメカニックからね、それで戻った時はね、本当に一枠多分空いちゃうので、まあ、そこを忘れずにね、スキルをつけたりするようにね、気をつけておきましょう。なんか、妙に戦力値が減った気がするんだが、これなんだろうな。スキルが外れた分でこんだけ減ったのがね、なかなかインパクトでかいっすな、そうなると。まあね、戦闘能力が結構下がっちゃったと思うんですけど、まあ本戦まではね、メカニックで頑張っていきたいと思っております。じゃあね、今回こんな感じで終わろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。